皆さんこんにちは。今日もやっとね、買っちゃいましたよ。連休にこれ買っちゃいました。またオープンリニューアル WCCF オールタイムレジェンド入りのキラ10枚。これね、また箱崎のね、漫画倉庫ね、マンソールね、買ってきました。じゃあ早速あげりめし。まずね、また栗の名みたいな顔の毛ね。まあこう、水玉とちょっとね、折りが、なんかわからないけど。ちょっとまずこれからね、開けてみますね。外れてきた。お、え、もう見えちゃいましたね。まず、こいつ、パフです。ジャンマリーパフ。これは1112のオルタイムレジェンドね。で、これまた1213のカンパニャーロ。カンパニャーロ。ブッフォン。これも1213。バラン。これも1213。ヘーペです。これも1213か。ランパード。これも1213。うわぁ、1213ばっかり。ハンダロビッチ。これも1213。1314はね、これね、白かな。だったような。はい、ビダル。1213。シャビ。1213。アザール。1213のアザールね。これ1個目ね。1個目、これね。こいつね。マリーパブ。ジャンマリーパブ。使ったことないな。次、2個目。うわ、また出た。はい。これでした。アルディです。インフライトラクチャー。アルディレスですね。1112のやつかな。で、これ、シャビ。1213のシャビ。で、またアザール。で、ロイス。マルコ・ロイス。これはマンジュキッチか。マリオ・マンジュキッチ。これは1213。はい、長友。1213。はい、チアゴシルバー1213。はい、フランク・リベリー1213。で、ホワキン・サンゼス1213。で、最後がバンディエラのデロシ1213。またしても微妙。まあ、だからこれね、1112のこの2枚がね、当たったと。どうなんだろうね。微妙だね。使用感とかわかんないんで、コメントある方下にお願いします。それではまた、やっちゃった動画でした。それではまた。